キツネのマスクと祭り。昔々、ある小さな村に、キツネたちが住む神秘的な森がありました。毎年秋になると、村では豊作を祝う大きな祭りが開かれ、人々は楽しむために集まりました。しかし、この祭りにはある特別な習わしがありました。それは、キツネのマスクをつけること。伝えられるところによると、そのマスクをつけると、キツネの精霊が幸運と知恵を授けると言われていました。ある年のこと、祭りの前日、一人の若者が森で迷ってしまいました。夜が深まるにつれ、彼は恐怖と寒さに震え始めました。そんな彼の前に、美しい金色の毛を持つキツネが現れました。このキツネは、若者に自らのマスクを差し出し、このマスクを祭りでつけなさい。しかし、決してマスクの下の秘密を語ってはならない、と告げました。若者はキツネの言葉を守り、マスクをつけて祭りに参加しました。すると、彼は突然、人々の心の声が聞こえるようになり、未来に起こることが見えるようになりました。村人たちは、若者の持つ不思議な力に気づき、彼の助言を求めるようになりました。祭りの最後の夜、若者は狐に再会しました。狐は若者が秘密を守ったことを褒め、さらに大きな贈り物として、村の守り神となることを約束しました。その後、若者は狐の精霊に感謝し、マスクを森の奥深くに返しました。それからというもの、村は毎年豊かな収穫を迎え、平和が続きました。そして、狐のマスクの伝説は、世代を超えて語り継がれることとなった。